尻水坂の戦いは、元気3年9月初旬に、越中国尻水坂において、上杉謙信軍が、加賀一向一騎、越中一向一騎連合を破った戦い。ただし、上杉軍と一騎勢の主力が激突した野戦の、部隊が、尻水坂であったことを示す一時資料が存在するわけではなく、文献によっては、富山城の戦いと表記される。加賀、 越中など北陸の一向一騎は、織田信長と戦った石山本願地の一向一騎と、同様に大量の鉄砲を保有しており、また一向胸のシュートで構成されていたため、団結力も強固であった。謙信にとって一向一騎は、武田信玄や北条氏康に次ぐ強敵であった。謙信はこの尻水坂の戦いを含む前後一連の戦いでの勝利により、越中において、 一騎等の繁華見すぎ勢力に対する優位が決定的となり、主導権を確立して、後に越中を平定。経営の上落を目指す道を開いた。越中は元来、加賀、越前等、他の北陸道の国と同様、一向一騎が強固な勢力を持つ国であった。越後の上杉謙信の祖父、長尾義景や父、長尾為景は、 越中一向一騎と激しい戦いを繰り広げてきた。謙信が越後守護大として家督を相続し、さらに越後国主になって以降も越中一向一騎との対立は続いた。北、品野、川中島において謙信と敵対した海の武田、信玄は謙信の背後を牽制するため、加賀一向一騎、越中一向一騎を先導した。2年8月23日、 謙信の家臣、三冠城主、大熊朝日では信玄に通じて、無本を起こし、一騎勢を率いて、越中から越後へ攻め入ったが、謙信は、上野家なりを派遣し、これを破っている。永禄三年三月二十九日、謙信は、一騎勢と結び勢力を拡大する越中守護大、神保朝食を、その居城、と山城に攻め上利を収めている。しかし信が関東へ出陣し、 相模の北条宇治安と戦っている間、朝食は再起して後世に出た。同5年9月、謙信は朝食を象や真っ白に攻め、降伏させた。A61 年、謙信は千年家臣団の反逆により追放されていた、のとし護、畠山義綱の復権を支援するため、越中へ進行。北条津で一期勢と退陣しつつ、3月16日に、 森山城へ攻撃を開始した。これに対し、越中一向一騎の東領である、昌光寺の健坂へは、加賀一向一騎の東領、金沢五房の坪坂金明に、謙信の越中進行を報じ、警戒を呼びかけた。25日、謙信の家臣で挙げ北州の本城主ゲル町が、本国、越後で反乱を起こしたとの知らせが入り、攻撃を中止。 越後へ引き返し鎮圧に向かう謙信の背後をつくべく、謙坂へは反撃に出ている。なお謙坂への息子、健康も父に従い、謙信と長年争っていたが、後に大阪市山本願寺郎城に加わり織田信長とも戦っている。翌、A62 年、本城茂城の乱を鎮圧した謙信は大軍を率いて前年に離反し、 一向一騎と結んだ越中守五代、椎名安種の立てこもる松倉城を100日間にわたり攻撃した。しかし、越中三大山城に数えられる松倉城の守りは固く、また関東の不穏な情勢もあり落とすことができなかった。元気2年2月から3月にかけて、謙信は2万8千の大軍を率いて、越中へ出兵し、数年にわたり頑強に抵抗してきた松倉城を、 落城させた。さらに、敵方となっていた、富山城、新城城、森山城等、多数の城を攻め落とし、越中の東部から中部、さらに西部にまで、破竹の勢いで進撃し、椎名安ネや一期勢を圧倒した。元気2年4月28日、武田信玄の後継者である、武田勝頼は、北陸における一向一期の首相。 杉浦玄人に書状を送り、加賀、越中の一向一揆が協力して、謙信に対抗するよう求めた。信玄は、上洛する上で背後の敵である謙信を牽制する、必要があった。このため信玄は、石山本願寺の謙女に、越中で一向一揆が謙信に対し放棄するよう、要請している。翌、元気3年5月、謙女より総大将に任命された。 杉浦玄人率いる加賀一行一騎が謙信に対して挙兵し、これにこうして越中一行一騎の拠点である昇光寺、随仙寺が一斉に放棄した。杉浦玄人は A60 年に越前に進行し、朝倉義景との戦いで有名を馳せた名称であった。また昇光寺を率いていたのは剣坂随仙寺を率いていたのは第七世住職。 県州であった。さらに椎名スタネと神保長城も一騎勢に味方する。これに対し剣信は関東、上野において信玄及び、相模の北条氏政と対立していたため、自ら出馬できず。上杉家家臣である越中の沈将川田長近は一騎勢に対抗するため、吉江忠景を派遣。5月19日、忠景は大田保本号に陣を張った。 越中一向一騎は、加賀一向一騎と、合流、三万を超える大軍に膨れ上がった。一騎勢は23日、川上五衣装二陣を張った。上杉方の前線基地、日宮城は、一騎勢から激しい攻撃を受け、上兵の鉄砲の弾薬が不足するなど、危機的状況に陥った。同日、首相の神保佐都博小島職陳等は、 新城城のアジサカ長実に小詰めを求めている。上杉方諸将のアジサカ長美、河田長近、山本寺定長は談合して日宮城の救援に向かい、精神、神通川を後援後副産にて6月15日、一騎勢の大軍と衝突した。上杉軍は奮戦するも、集荷的せず交代、新城城へ退却する途中の、神通川渡し場において、一騎勢の猛追を受け、 大敗を喫した。援軍を期待できなくなり孤立した日宮城は、その日のうちに降伏会場し、首相の神保佐都博氏や小島植鎮は、能登の伊則山天平寺へ逃れた。一期勢の勢いは止まらず、神通川西岸の白鳥城、東岸野戸山城も陥落させる。7月29日には、上杉方の山浦国清の陣を攻撃、上杉方は、 川田長近が救援に駆けつけ数十人を撃ち、捕らえるも、上杉軍は多くの負傷者を出している。一期勢は、これら一連の大攻勢により、越中の西部から中部にまで勢力を拡大。上杉軍は苦戦し、日宮城に代わって、上杉法の前線基地となった越中中部の拠点、新城城は、落城の危機に陥った。越後にいた謙信は、越中での戦況を有料。 7月、北条宇治政が関東、上野に攻め入ったが、これには養子の長尾秋陰率いる上田衆を派遣することで対処。8月6日、自身は関東への出陣を取りやめ、越中への出陣を決意。信濃口には武田軍の侵入に備えて守備隊を配置し、10日、自ら約1万の上杉軍本隊を率いて、越中へ出陣した。18日には、 新城の山の根に着陣先着の上杉軍と合流したことで大軍となり、兵力で一騎軍に対抗できるようになった。これにより、富山に陣を張り新城城を攻め立てる杉浦原人、率いる一騎勢に対し、劣勢を挽回し始めた。しかし、謙信が9月13日に、家臣、栗林正頼へ送った書状に、自敵大軍読み去る行と書いている通り、 敵の一騎勢は未だ大軍であり、また一行を胸を進行する団結力強固な集団であった。さらに謙信が後発部隊に対し、一騎勢の鉄砲に注意するよう書状に記したように、鉄砲を数多く揃えていたため、新城城での攻防は一心一体となった。一方の玄勤も、謙信着陣に対抗して8月20日、金沢五号にいた加賀一行一気の投了。 坪坂兼明に対し、加賀南部に軍からの援軍派遣を要請している。31日、随戦実験集は、この日の夜、銃撃戦があったと、坪坂兼明に報告しており、戦いの激しさがうかがい知れる。その後、新城城と富山城の間の尻水坂で両軍が激突したとされ、 具体的な戦況を記した文献も存在するものの、野戦の舞台が、知り水坂であったことは一時資料では裏付けられない。唯一、天保年完成率とされる、越中旧時期が、知り垂れ坂という地名を挙げて、その不死合戦の町なりと記してはいるものの、戦いの詳細は伺い知れない。また同書には現在、富山市西新城の昭岸事前の入会地にある、 薄地蔵について、あるに右尻水坂合戦の時越後影と落日、実験いたされ直にそのところへ穴を、堀首を埋めそこに石塔を建てられし、その石塔なりというとしているものの、2007年に富山市埋蔵文化財センターが行った調査の結果、この石地蔵にはこの地で合戦があったとされる元気3年の14年前の、工事4年4月16日という年が刻印されている。 ことが確認され、知りスイの戦いとは何の関係もないことが明らかになっている。なお、両軍の間で戦闘があったこと自体を伝える資料としては、一気方の高くは吉政が、坪坂慎五郎に戦況を報告した9月9日、図形書簡がある。ただし、この書簡では、一気方が代理を得たということになっており、その後の展開と通じ妻が合わない内容となっている。 9月17日未明、富山城の一騎勢は正気をたたんで、日、宮城方面に退去し始める。その晩には、日田高原諏訪城市の江間明瀬が、県心の要請を受けて出陣しており、山浦国清が出迎えている。上杉軍は、神通川を越え精神し、翌18日、一騎方の滝山城にも攻撃を開始した。上杉軍は、巡を破りだけにしたため、 牢上していた水越氏は、河田長近の役所へ投稿。謙信はこれを除名した上で城内を焼き払い、23日に破却している。10月1日、富山城が落城。18日には、一気方のシーナ・ヤスタネは降伏を申し出るが、謙信はこれを許さず、越後に帰国した。尻水坂の戦い等、一連の攻防で、越中中部から駆逐されたかが、 越中一向一揆は、これ以降勢力を衰退させていった。元気4年正月、一向一揆は和平を提案したため、越中在人の謙信は和議を結んだ。この和議をきっかけに、椎名安種は、長脇影、栗林正よりらを介して、謙信に再び許しをこい、これを認められた。結果、松倉城が解除した。謙信は、富山城を抑えきろにつくが、 その途中で、武田信玄の使者、長園寺、実領の格索により、一騎勢が富山城を占領。謙信は即座に引き返し、富山城を奪還。田根を再び降伏させた。一騎勢は神通川を溶かして敗走。これにより、神通川伊藤は完全に謙信の支配下となった。4月25日に謙信は越後に帰国している。 同年7月から8月にかけて、謙信は再度越中へ出陣し、未だ敵対する死いなし、人望し、一向一揆を撃破。これにより、ほぼ、越中の平定を達成した。これ以降謙信は、関東の北条氏政の動向を牽制しつつ、引き続き家が、能登へ精神して経営の上落を目指していく。一方のかが、越中一向一揆は、後に、 謙信に従うことでは僕し、以降は、織田信長を共通の敵とするようになる。尻水坂の戦いで、一騎勢の総大将を務めた杉浦玄人は、加賀へ帰国した後、国主、朝倉義景が、織田信長により、廃止に追い込まれたため国主不在となった越前へ、転戦。天正2年、剣女の要請に従い、朝倉氏休信を討伐して、越前を制圧。 王の軍事として、山城城主となり、権与に越前守護として派遣された、下妻頼輝等と共に、越前一行一揆を起こした。ありがとうございます。